吉田茂雄会議による、ジョンホンキストハウスの歴史についてお話があります。吉田茂雄会議は今回、入間市の文化遺産を生かす会の会員であると同時に、長く、入間市の文化財研究同好会を、活動されてまして、その副会長ということでも活躍されています。じゃあ吉田先生、よろしくお願いします。紹介いただきました吉田です。よろしくお願いします。私の方からはですね、ジョンホンキストの歴史ということで、話をさせていただきます。限られた時間なんで、かなり雑迫な話になるかとは思いますけれども、よろしくお願いします。資料の皆さんに元にあるところに、3ページの年表と、それから4ページ、5ページの航空写真6枚がございますけれども、これを中心にですね、話を進めていきます。で、ジョンソン基地になる前に、ここに陸軍航空士官学校というのがあります。これについて若干触れておきます。地元の方は自分ご存知だろうとは思いますけれども、確認があって話を進めてまいりたいと思います。昭和12年に、所沢の飛行場跡に陸軍士官学校の建設がありました。この翌年に、その分校がですね、今の、自衛隊のところここに転校っていうか移転してきました。でその年の、12月にここが独立いたしまして、陸軍航空士官学校というものが誕生しております。でここには昭和14年に天皇陛下が行幸されて、おります。そして16年3月の卒業式の時にも行幸されて、ここを修復台というふうな形に命名されています。今も基地の中の一角に修復台という記念碑がありますけれども、まあ、そういうことで名前がついています。今映っているのが当時の昭和19年の航空写真です。まあ、これは地元の方はよくご存知だと思いますけれども、ちょっと確認のために位置関係を説明しますと、ここのこういうふうに言っているのは、これが当時の武蔵野鉄道、今の西武池袋線です。で、ここのところに稲荷山公園があるんですけど、ここが当時の北門というところです。で、ここに建物群が見えますけれども、これが陸軍豊川病院で、今の入間市の大学館があるところです。ここからずっと上がっている道があるんですけど、ここが茶業研究所、茶研ですね。今市役所になってますけども、そういう位置関係です。で、この道が、昔からあるところで、秩父甲府道なんていう言い方もされますけども、ずっとつながる道です。でそこの交差点が、のところにあったのが、正門です。でその正門を入った突き当たりが、これが当時の学校の本部で、今は自衛隊の方の研修施設になってますけども、修復台記念館があると。で、この辺に今、修復台っていう木が立ってますけど、そういうふうな位置関係です。で、付近には、これが豊岡実業、今の豊岡高校で、これが豊岡小学校。それから、ここが林ですけども、現在の県営稲荷山公園になります。でここが旧石川海製糸場。この当時は軍事産業でしたが、豊川飛行機という名前かと思いますけども、そういうふうな位置関係で、現在は県営のクロスランチになります。でこちらの方が飛行場の区域なんですけども、滑走路は別に、
舗装されているような場所ではなくてですね、草っぱらだというふうなことを聞いています。でこの辺が前編上で、まあ、何もないところですけども、そういうことです。でここに X 上に交差しているのが現在の東町交差点で、ですからこの辺がジョンソンタウン、現在のですね、というふうな位置関係になるかと思います。で、まあ、この辺については後で、その社長の方からも話があるかと思いますけども、士官学校との関係でいろいろ絶対関係というふうに聞いております。で昭和20年の終戦を迎えるんですけども、当然ながらこういう施設ですから大混乱が起きて、廃線を認めないだとか核不適座をするとか、そういうのはいろんなことになっているんですけども、まあ、一応収まって、8月の25日にはほとんどの学生が郷里に帰っています。復員式とか閉校式とか言われてますけど、ね、要するにここで大体の生徒が帰ってます。当時学校にいた人間の数が2000人と言われてます。で59期生が、基地の外で活動してましたので、総勢で言えば2500人かなというふうに想像しています。そして、9月の14日にですね、アメリカ軍の先遣隊800名が進駐してきています。で、16日には本隊のこと2000人、合計2800人が進駐してきて、当初まだジョンソン基地という名前でなくて入間川航空基地というふうに言われてたようです。で学校の方はですね、9月30日までに、一応全部残務制限が終わったということです。ちなみに最後の校長先生は徳川義俊さんという、ご存知かと思いますけども、日本の空を初めて飛んだ徳川大尉ですね、あの方が最後の校長先生の妻です。でこの年の10月7日にジュラルド・ジョンソン大佐、アメリカの空将ですけれども、この方が東京湾で、墜落して殉職しています。でその大佐はですね、この基地に来て司令官を務める予定だったというふうに聞いています。でそのために、ジョンソン基地とジョンソンという名前を取って基地の名前にしたということなんですけれども、いやそうじゃないよという人もおりまして、例えば狭山市なんかではそのジョンソン大佐という説もあるけれども、ジョンソン大将という人がいて、その人の名前を取ったんだという説もあるよというふうな併記をしております。それから東京湾で亡くなったということですけれども、これはフィリピンから日本の東京の方に向かったときに台風によって、墜落したという説が、まあ、一般的なんですけども、そうじゃなくて、訓練中に墜落したんだと。例えば湯河岸市なんかではそのことを明確に訓練中というふうに、書いてありますので、ちょっと私の方でも混乱してるんですけども、もう大方にその意見ですと、フィリピンからこっちに向かう途中に墜落したというふうに聞いています。でいよいよそこでジョンソン基地という名前がつくんですけれども、この後ジョンソン基地は名前をだいぶ変えています。当初さっき言ったように、ジョンソン、陸軍ジョンソン基地になるんですかね、陸軍の航空基地になります。でその後今度は陸軍から空軍が独立して、ジョンソン空軍基地という名前を変えて、さらに部隊の中心が横隊を移った後等ではですね、ジョンソンエア ステーションとか、自分の名前をかなり変えてますけれども、まあ、今日のジョンソン基地で通しますけれども、そのようになってます。で、この写真が昭和21年の写真ですけれども、
これが19年当時とそんなになんか変わってないんですけども、ここにですね、19年できなかった施設が出てきています。これがどういうものかちょっと確認できてませんけども、これが後になって減ってくるような形になっています。ということで、皆さんの資料のところでちょっと訂正してほしいんですけども、21年の写真の説明のところで下から4番目なんですけども、早くも映画館ができている様子が分かりますと言ってるんですけれども、まあ、この建物を指して言ってるんですけども、この建物はよくよく調べて、昨日確認したんですけども、まあ、航空士官学校時代の大講堂なんです。ですからもうこの時点ではできてるということで、ちょっとそこのところはですね、大講堂の、元大講堂といって、後に映画館になりますということに、ちょっと訂正してほしいんですけども、まあ、そういうような形です。で、この周りをほとんど変わってません。で、これが昭和23年になるんですけど、ここでは基地の中がだいぶ変わっています。例えばここが大きく変わってるんですけども、ここはこれをイニソ街道とか貸屋新道とか言ってますけど、ここと西武線が挟まれるこの南の部分が住宅地区になっています。ですから、ここはまだ建設中のようですけども、これをちょっと拡大するとですね、ここの一つの棟に何本か入り口があるんですね。ということは、これ一つの棟に数家族が入っているというふうなことになるかと思います。で、磯野さんのとこもこんな形ではっきり見える。これはこの時は、この辺の付近の基地外の住宅ができてます。で、ちなみにこれが豊川物産の野球場なんですけど、この年に完成するんですが、この辺、この年が都市対抗野球の全国大会に出て第3位だったという有名な豊川物産の球場です。で、ここが豊川物産軍事工場から発展した豊川物産の工場です。これ31年ですけども、もうこれハイデパークでした。こことここを比べてみますと、住宅の間隔がかなりゆったりしているというふうにことがわかると思いますけども、これは商工のファーストということです。で、この年に、この下のふのきっていうところに、住宅できるんですけども、この年の3月の末に30日に加え入式やってますので、まだこの時は映っています。で、ここに一番村というのはできるんですけど、これが建設中なのかなというふうに思っています。これ昭和36年ですけども、ハイドバーグができていますね。それとこれが一番村と言われるところですけども、だいぶ点数が増えていますし、磯野さんとこもだいぶ増えているというふうになっています。で、これが現在の状況ですけども、ここの住宅地は、留保地ということで、まだ国の所有になってますから、鉄骨の状態でいます。ただこのいった道路の跡は明確に戻れる形になります。で、今いるところがですね、ここが産業文化会館住んでるんですね。ここが豊川市の学校、磯野さんとこもだいぶ増えてるし、一番裏あたりも他の住宅がいっぱいできてるというふうなところです。で、昭和48年になりますと、
さっきの飛行場のとこは先ほどその前に変換になるんですけど、こちらの部分も変換になりまして、そうですね。あと残るのは、サザエの取水場と、通信施設ということになってきまして、全面変換になるのが昭和53年です。その後、されますと、入りますで、土地の使い方を協議して、現在のような形になって、ここに坂があるんですけど、16号に出る坂があるんです。まあ、馬頭坂っていう坂ですけど、昨日走ったらもう準備ができてる、これ、信号がつく準備ができてましたから、もうこれも開通するのかなと思ってます。ちょっと時間の関係もありまして、お急ぎで、航空写真のみの説明になっちゃいましたけども、一応そういうことで、詳しいことはですね、年表の方をご覧いただきたいというふうに思います。誠に残念で申し訳ないんですけど、終わりにさせていただきます。吉田先生、ありがとうございました。今日ご紹介した写真なんかはですね、ロビーの方にも展示されてますし、皆さんにお配りした資料の中にも解説含めて、他の写真も含めてご紹介されています。